皆さん、金運が逃げていく言葉、ご存知ですか？どうも、さこは、オクチャンネルだー！今回なんですけども、金運が逃げていく、絶対に使ってはいけない5つの言葉のご紹介していきたいと思います。で、はい、今回なんですけども、金運が逃げていく絶対に使ってはいけない言葉をご紹介したいと思うんですが、宝くじでですね、高額当選させたいと思っている方、結構一粒万倍日に買ったりするわけじゃないですか。で、当たる可能性がある、金運が高まってる日に買おうと思っていることは結構多々あると思うんですが、ね、それ以外でも結構金運上げる方法というのはあるんですね。そう、それは結構皆様が実は簡単に使ってしまっている、その言葉、やめるだけで金運アップすると言われております。だから今回ですね、その言葉ご紹介していきたいと思います。では早速解説していきたいと思います。企画千金。はい、じゃあ今回はですね、金運が逃げる絶対に使ってはいけない5つの言葉のご紹介していきたいと思います。はい、まず1つですね、お金がないね。そう、普段結構これ何気なくお金がない、お金がないって言ったりしていませんか？で、お金がないっていう言葉は、最もですね、お金が逃げる NG ワードと言われてるんですよね。で、金運が低迷しているとお金がない発言をよくしてしまったりしていると思うんですが、でも実はこれこそが一番金運が上がらない原因だと言われているんですよね。で、よくね、自分のことを謙遜して、うち貧乏だからなんていうね、ことも結構言ったりすると思うんですけど、これもね、同じ効果があるということで、あまり言わない方がいいと言われております。はい、そう、お金が逃げてしまう NG ワードなので極力使わない方がいいんですが、お金がないとね、発言すると本当にどんどんお金がね、なくなっていくようなことって結構あったりすると思うんですよね。で、これ結構経験あると思うんですけど、お金がないなんてね、言い出したらですよ、だから気がつけばですね、無駄にお金を使う、そう、お金がないっていうストレスを発散するために物を買ったり、美味しいもの食べたり、ちょっと今日はどっか出かけたいみたいな感じで、逆にね、お金を使うことをやってしまったりしていること結構あると思うんですね。で、これね、結果おいおい気がついたらね、まあ、もう今月の生活カツカツね、貯金もできてない、そう、なぜか、なんでとかわからないけどお金が残らないなんていう風なですね、ストレスがね、どん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 溜まっていくと思うんですが、罪悪をね、次感じるわけですよ。まあ、こうなるとですね、ストレスを感じますよね。そして罪悪も感じますよね。そして自分自身への自己嫌悪、そうなるとこれだ、自信が喪失してしまう、まさに負のループ。そう、これならないためにもお金がないなんてね、ことはあまり言わない方がいいと言われております。はい、そうだから絶対にね、お金がない発言は NG。 とはいえね、逆にね、いや俺私お金めっちゃ持ってっからとか、ね、うちんち私んちお金めっちゃ持ってっから、もうこんなこと言う必要ないですからね。そう、強いて言うならばね、お金がない現状を、言葉にするんであれば、お金が欲しいというか、お金持ちになるんだという風にして、伝えていく方がポジティブに聞こえていいかもしれませんね。はい、じゃあその2ですね、丸々してやった、ね、気づかないうちにこの言葉よく使ってると思います。これもね、金運が逃げていく NG ワードの一つと言われているんですね。で、例えばですよ、これもうすごく例え話なんですけども、会社のために一生懸命働いてあげているというふうにですね、思っている方がいたとするじゃないですか。で、それを聞いたとするじゃないですか。じゃあその言葉ってどう聞こえますかってなると、なんか恩着せがましくないっていうふうに感じますよね。仕事はですね、働いてあげているわけではなく、働かせていただいているので、実はこの意識の違い、気づかないうちにね、後々訪れる金運の、運命を大きく左右したりしているんですよね。で、働かせてもらっているという意識のある人は、会社のために恩返しをしようと頑張ります。
そう、だから結果的に、大きな成果も出せるし評価もされるので、結果ね、続くのはお給料が上がるという風な形にもなります。そう、ただ逆に働いてあげてるとか働いてやってるという意識の人は、おごりの気持ちが現れ、ね、不満の気持ちが募り、仕事に対してやる気も起きず、結果お給料は上がらないままなんですよね。そう、もう一つ例え話で言うと、例えばお寺に行ったとして、わざわざ私は今日お寺に来てあげたんだぞ、こんなこと言わないじゃないですか。そう、まあこんな感じの気持ちと一緒ですよね。そう。だから基本的にいくらね、お願いしたところで、ね、こんな気持ちでね、神社に来た人に、お金欲しいんです。お金をあげてください。ね。そんな人に、金アップ望めるわけないでしょ。そう。だから神社には、お金、神頼みだ。でも仕事にはね、俺は来てやってんだぞ。これおかしな話ですよね。そう、まあだから基本的にお金というものでですね、人に愛される人のところにやってくるとも言われておりますね。結構これね、周りでよく聞きますよね。あなたのために丸々してあげたんだから感謝してよなんて言われてるのを聞いたらね、どう思いますか皆さん。ね、絶対にこいつ嫌味なやつだ、すごい人間としてなんか恩着せがましいやつだっていう風になりますよね。そう、だから結果的にね、こういったことを思ったり、言ったりしていると、お金もやってこない、金運も上がらないままね、もうそう過去にね、この言葉僕も使ってたことありますね、丸々してあげたね、もうこれもやめましょう、今日でもう一切使うの皆さんやめましょう。はい、じゃあその3ですね、無理。これも結構言いがちじゃないですか。結構言いがちだと思いますよ。で、どうせ私には無理だよ、どうせ僕には無理だよなんてね、ついつい言ってしまうことあると思うんですが、無理という言葉もですね、基本的には金を下げる NG ワードの一つと言われているんですよね。そう、例えばですよ、登山をしたことない人がね、エベレストに登ろうね、言われたらいきなり登るの難しいんですよ。非現実的ではあるんですけど、無理だ、だからやめときますって言ったら、もう絶対可能性ないわけじゃないですか。でもちょっと興味ある、面白そうだねって前向きにね、登ってやるぞという気持ちを持てばね、訓練に訓練を重ねてね、2年後3年後、まあはたまた5年後になるかもしれませんがね、登れるようになったりするかもしれません。そう、無理と決めつければですね、どんなことでもね、可能性あるもの 0% にしちゃうっていうね、言葉になってるんですよね。そう、これ金運アップだって同じことです。無理だと言った瞬間に金運はどん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 逃げていきます。でも無理だと決めつけなければ金は絶対に上がっていくこともあります。もうとにかくこれ宝くじ、これ一番顕著に分かりますよね。僕の視聴者のね、中にもどうせ当たらないとね、言ってくる方いらっしゃいます。でも断言させてください、無理と言わなければね、いつか当たる可能性があるんですよ。それはもう明日かも明後日かもし明後日かもわかんないですけどね、とにかく買ってしまえば当たる可能性は 0.何%かにはなっているはずなので、まあ、あとはその運も必要であるというのはすごく当然なんですが、とにかくいや当たんないから無理だから買わないって言ったら絶対当たんないですよ、ね、そういうもんですよ。で、まあ基本的には宝くじに限った話だけではありません、ね、お給料のアップ、ね、お小遣いのアップもそう、ね、お金に関わることすべて無理と言ってしまったらもうそこで終わり、試合終了です。はい、そうだから無理という言葉使わない方が絶対に皆さんいいですね。はい、じゃあその4ですね、丸々のせい。これもね、あんまりなんか好きな言葉ではないんですが、ミスをしたら丸々のせい、悪いこと起きたら丸々のせい、丸々のせい、これもね、金を下げる NG ワードと言われてるんですよね。で、その2でですね、お金は人に愛される人のところにやってくるというですね、お話をしたと思うんですが、悪いことや嫌なことね、起きた時に他人のせいにするのは愛される人ですかね、そんなことないと思うな、僕は絶対そんな人愛されないと思うな。そう、とにかくですね、悪いことが起きたとしても丸々のせいだって言うんじゃなくて、丸々のおかげ で成長できるチャンスがもらえたというね、思うようにすることが非常に気持ちよく、周りからも気持ちよく見えますし
ね、自分自身も次の挑戦できるし、ね、そう金運を巡ってくる。最高じゃないですか。これ最高じゃないですか。これ最高ですよ。本当に最高ですよ。ね、そう、まあ基本ね、人間ですから悪いことが起きると落ち込んだり嫌な気持ちになったりするかもしれませんが、でもね、皆さん心配しないでください。嫌なこと起きても、ね、悪いこと起きても、その先にね、必ずいいことが起きるというね、知らせでもあるというふうにですね、日本では言われてますね。これ結構外国ではね、いいこと起きたらどん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 いいこと起きるみたいな、だから日本ぐらいですかね、悪いことこう下がってから上がるみたいなふうに言われてはいるんですが、まあこれも一説あるなというふうに思います。ちっちゃな喜びもね、あれが頑張ったからだ、これ頑張ったからだ、あのしんどかったからだっていうふうに、まあ感謝にね、思うという気持ちは非常に、気持ちがいい、そして見えがかりもいい、そして金運にもいいというふうに言われておりますね。はい、じゃあその後ですね、まるまるしたくない、これもよく聞くでしょうね。誰かに何か頼まれたまるまるしたくない、まるまるするのやだなんていうね、言葉を結構ね使ったりしたり、ことあると思います。特にですね、仕事においてまるまるしたくないね、まるまるするのは嫌だ、これもう最強の NG ワードですね、仕事においてはですね。でこれ発言すればするほど金運どんどん逃げてます。これ金運だけじゃないと思います。で、丸々したくないはですね、金運アップのチャンスである出世昇給を遠ざけていきます。そして挙句の果てにはリストラの対象になってします。なんでですかと。簡単ですよ。ね、仕事やっといて嫌です、わかったね、違う日仕事やっといて嫌です、わかったもうおしまいでしょこいつそうだから、じゃあやめたらって言われちゃいます。そういうことです。そう、まるまるしたくないばっか言うやつにチャンス与えないでしょ。そうね、だったらやめたらいい、普通に言われますよ。あっさりクビ、そうクビになりますね。そう、まあ基本的にですこれをワードを言ってしまうとですね、信頼や評価をガタ落ちさせたりします。でどんなに悪気がなくてもですね、残念ながらね、もうそうしたくないイコールやる気がないというふうに思われてしまってしまうということですね。はい、じゃあ最後ですね、まとめなんですけど、まあその1お金がない、その2まるまるしてやった、その3無理、その4まるまるのせい、その5まるまるしたくない、以上はですね、金運が逃げる絶対に使ってはいけない5つの言葉なんですが、皆さん結構ね、僕もそうですね、何気なく使ったりしていると思いますので、ぜひですね、今日から使うのを皆さんやめましょう。そして金運上げてですね、基本的には僕は宝くじ系 YouTuber で、宝くじの予想そして実践を、動画としております。でたまにこういった金運とかのですねお話もしたりしておりますので、こういったお話もですね、ちょっと身につけて学んで学んで、で挑戦もし続けて、僕はいつか高額当選通ります。はい、ということで、今日の動画いいなと思います。ぜひですねチャンネル登録お願いいたします。そして、お前の挑戦、そしてまたこういったお話たまには聞きたいなと思いました。ぜひグッドボタンお願いいたします。はい、では今回ね、金運が逃げる絶対に使ってはいけない5つ